ちょっとみんな集合してみんな集合よ、あたしからのバレンタインのプレゼントよ、そうよ、はい、じゃああなたからでしょう、どうぞ。ありがとうございます。いっぱい食べて大きくなってちょうだい。はい、じゃあね、マネージャー恵子さん、はい、ありがとうございます。バレンタインよ。じゃあね、もう今日すごいいっぱい買ってきてるのよ。そうなのよ、すごい量でしょ。私忘れちゃったから、これすごい量で、この麻布スフレのチーズケーキよ。そうなのよ、私さんに渡し忘れちゃったの、ごめん。足立さん、見てください。足立さん、足立由美さん、ごめんなさい、渡し忘れました。じゃあ、P、ありがとうございます、はい、バレンタインよ、これ私の思いが入ってるのよ、これギリチョコってこと。ギリじゃないでしょう、本命チーズケーキでしょう。恐ろしい、恐ろしいチーズケーキだよ。震えております。恐ろしいチーズケーキでしょう、これ恐怖のキッショシンデタでしょう。はい、じゃあこれはハマさんよ。はーい、チュッ。ちょっと今、震えましたよ。恐怖のキッショシン出たでしょう。そうでしょうね。恵子さんが、あ、恵子さんがなんか、私はもうイメージで選んでました。ありがとう、小田切さんに。嘘、ありがとう、嬉しい。フランスの、最年少で、三つ星シェフに選ばれた、フランス料理の巨匠がやっている、田中みな実さんもおすすめのアラン・デュカスという。アラン・デュカスね、はい、嬉しい、アラン・デュカスのチョコレート、はい、嬉しい、ありがとうございます。いつも買いに来てくれたこれ、はい、嬉しい。私クルート好みのチョコレート大好きよ。アラン・デュカス、あら、あ、すごい包装、いや、なかなか厳重よ、すごいわ、ハイジュエリーみたいな感じになってるわよ。すごいでしょ、まだあった、すごいでしょ、おいしそう、いや、すぐ上品、しかも形揃ってないのおしゃれだね。素敵よ、みんな見てちょうだいよ、すごいでしょ。何がすごいか分かりませんけど、なんかすごい、さっさっさ、ありがとうございます。あ、何それ、かわいい、チョコレートが、PL、大好きな PLL 麺。あーら、大人じゃない、かわいい、かわいい、という感じで、今年のバレンタインデーは、こんな感じで皆さんとね、撮影を楽しんでまいりました。あ、じゃあこんな感じでね、私ちょっと疲れたから帰るよ、はあ、お疲れ様。ということで演じてみました。エッセ女優の、そうそうそう、エッセ女優、何も、私の女優の演技どうだった、視聴率 0.2、 そうそうそう、 0.2 も見てくれてんの、ちょうどよ。いいじゃない。浜さん、なんかお悩みあるの？浜さんの悩み聞いたことないもん。すごいぶっ込み、いきなりぶっ込み型、私はぶっ込み型だから。悩みか、うん、悩みない、やっぱ。いや、あるよね、ありますよ、ありますよ。でも人様に言えるような悩みでもなく、もうキャリア的な悩みとかもありますけど、まあそこですよね、やっぱり結局そ、ね、え、どういう意味？なんか、え、よくない？着々といい感じにいってな。いや、そうなんですけど、もともとディレクターとしてずっとやってきていて、自分で企画演出みたいなのをメインとしてやってきていながら、今、まあ、ありがたいことにビューティー系のカメラマンの仕事がかなりいっぱいあるもんね。いっぱいあって、本当だよ、今一番流行ってる時に過言ではありませんわ。本当ですよ。それはもちろんありがたいんですけど、まあ5年後10年後とかってなっていった時に、やっぱカメラマンって体力とかも、あー、確かにね、辛いんじゃないですか。確かに確かに、結構、今あんまりそのディレクターとしての仕事を、まあ、たまにしかない状態なんで、そこのなんかバランスというか、なるほどね、結構今は全然、いいけどね、めちゃくちゃいいんですけど、自分のその老いと、老いとね、なるほどねっていうのを考えた時に、うん、切り替えるタイミングっていうとあれなのかもしれないですけど、なるほど、どういう
バランスでやっていこうかっていうのは常日頃考えてますね。一気に切り替えじゃなくてやっぱりちょっとずつだよね、やっぱりね、バランス見てね。でも浜さんそれ上手そうよ。本当ですか、うん、でもご相談できるタイプだよね浜さん。ご相談できそうじゃない。あでもね、そうでもない。いやでも結構、うん、頑張っちゃいすぎ、引き受けちゃう、あ引き受けちゃう、そう、なんか頼まれると。なるほどね。いやそれね、やっぱ心を鬼にするというか、やっぱり冷静になんか一緒に仕事したい人の頼みは引き受けちゃう。うん、そうだね、わかるわかる。じゃあ浜さんは結構自分のオファー全部 OK してくれるんですけど、うん、そういうことね、好きなのよ、そういうことよそりゃそうよ。なるほどね。でもわかる、結局前の月でさ、次の月にさ、もう絶対ここ休みって言ってうまくやって、ああ来月はゆっくりできるわって言いながらさ、後半戦でいっぱい入ってきちゃって全部埋まっちゃうみたいな。そうなのよ、わかるわ、わかる。結局毎月そう言ってるけど、来月はね、私はもう絶対する。でも同じです、毎回同じこと言ってるんですよ。毎回言ってるよね、来月は絶対されないわって言ってるのに、毎回受けてる。ずっと言ってる、あれみたいな。でもどこかでやっぱりそこはなんか求められてることと自分のやりたいことをちゃんと区別すべきですよね。うんうん、いや本当にそう、いやまさにそれです。いや私はそれ来月からマジでそれにしようって毎日心に誓ってる。毎日、うん、それができない自分に怒りを感じてるの。わかる、わかります。うん、でも浜さんが今ここまで求められてる、うん、結構すごいことなんで、確かにね、ほんと指名もされてるじゃないですか。うん、なんか全然私は浜さんご指名だもん、ね、うん、ご指名そりゃそうよ。え絶対、うん、いいんじゃないかなって思うんですけどね。うん、そうだね、本当リアルな悩みですね。もともとビューティーじゃなくてドラマやりたかったもんね。そうそうそう、あそうだ、もともと映画監督志望で、うん、なるほどね、自主映画撮って、うんうん、なんか賞を取ったりとかもしてたんですけど、うん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 、まあ、そこの道はやっぱ、うん、映画の道ってやっぱ険しくて、うんうん、なるほど、前の会社時代に自主映画とかも撮ってたんですけど、うんうん、まあ、最近はそういうのもやってないですしね。嘘、今度私のこと主演で撮ってくれな。どういう映画、私のこと主演女優でどういう映画になるでしょう。ちょっと観音的なやつかな、観音映画どうでしょうか。観音的な全然好みじゃございません。浜さんも自分も一緒で、うん、結局なんだろう、人生の 9.5 割が仕事すぎて、そうそうそう、悩みが仕事しかないんですよ。うん、いや私もそうよ。小田切さんもそうですよね、うん、比率が変わってきた、やっぱだ10代20代30代40代全然違うもん、その比率がね。衣食住遊っていうの、衣食住遊なんだっけ、衣食住遊か、うん、衣食住遊、衣食住遊三大欲のバランス、衣食住遊三大欲、うん、衣食住遊のバランスと三大欲のバランスの構成によって人間で出来上がってるわけじゃない。今じゃあどれが強いですか。衣食住遊は衣食ゆう恥ずかしい、ゆうじゃな。いや、ゆうは全くしてないから、ちょっとあんなにゆうしかしてなかった頃、うん、が懐かしいなと思う。いつですか、こんなやって。10代もうゆうしかしてなかった、もうずっと遊んでた。遊んでた。でも10代の時にゆうやっててよかったなと思う、うん、あの自由がめちゃめちゃ今生かされてるもん、うんうん、そうですよね、めっちゃ生かされてる。遊びまくってよかったなと思う、うん、あとは三大欲の比率、三大欲ってなんだっけ、睡眠欲、睡眠欲食欲、仕事してる仕事してる。性欲はできない。性欲。結局優と一緒じゃないですか。まあね、優と性って似てるじゃん。なんかでもこうなんですよ、ね、そうそう、ちょっと控えて、そうそうそう、絶対守らなきゃいけないのは睡眠欲だと思ってます。で次は食欲じゃない、やっぱ食ってすごい重要だから、うん、で次にはやっぱり性欲ですよ。その順番はもう崩れないと思う、うん、一生その順位だと、まあバランスなんだけどね。なんか最近なんか欲あんまなくなってきちゃった、いろんな意味での欲がね、淡々としてるもん本当に、
ちゃんと生きてるのか。え、物欲はないんですか。ないの。一瞬だけ。そうそう。あそこにまたほら昨日サンローランでお買い物しちゃったけど。じゃあお兄さーってまたすっごいさーって高いあのまたモデルみたいな店員さんがさ寄ってくるのよ。え、小田切さん今物欲が一番あると思いますよ。本当？ないないとか言いながら。物欲は一瞬なのよ満たされるのって。でもあぶつかっちゃったら終わりだから。買った後ってみんな満たされ欲が続くじゃん。それ着てさどっかおしゃれしてお出かけしてさみんなに褒められてみたいなさ一切ないもん。でも買って終わり。わかりますよ。買い物して終わりなんですよね、うん、そう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 。私はほら動画っていうこのねあのステージがありますから、はい、動画用に全て買ってますから。はい、いやそうじゃない。あんたこれユニクロオンだってこれユニクロ。いつもこれいつも落としどころが私ユニクロ着てるから平気。だっていつもそうだもん。ユニクロしか着てない。ユニクロ一点突破でなんか論破しようとするけどちょっとねなんか、うん、そう最近ちょっとダメですよ。なるほどね。いつも同じ服じゃんだって。結局着てんの。え、この前買ったものと違います、ね、また別のやつ。結構買ってすぐ多分また購入品。どんなの買ったんですか。紹介してください。すごいでしょ。すごいよ。設楽さんチョコレートくれたの。高級チョコレートいただきました。お誕生日だって知ってくれてた。そう動画全部見てくれてるって。これ超シャンティじゃない。この前の抜けがすごくなる。すごいすごい。すごいでしょ。これ裸で着るんですか。そうよ。ヌーディ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 。そうそう。ちょうどでビーチク隠れんのよこれ。それでインスタライブもいいですね。うん、そうなの。ビーチク。そう、ビーチクギリギリ隠して。で言われたよ、これでね、これ着て、なんかセルベンティどうですか。そうなのよ。前に買ったやつと迷ったんだけど、で、あっちにしたんだけど、やっぱり帰ってきてからあれも欲しいって言って、速攻。LINE、交換したからさ。じゃあ上手なのよ。LINE 交換しませんかになってさ、LINE 交換したらさ、新作バンバン送ってくるのよ。送ってきます、ね。すごい宣伝でしょ。いや、この客、使える。じゃあそうなのよ、私も。ただの、カモになっちゃってね。いいカモでしょ。でも、小田切さんがサンローランで爆買いして、うん、ちょっとコレクション。超可愛くない。パリのコレクションとか呼ばれるよ。いや行きたいわ。私サンドがマジ来た、うん、いいですよね、うん、いいですね。すごいと思わない。これ一生着れそうじゃない。いい。別に流行りしたりなくさ、うん、だから買った。こうテロ突き上げてればいいでしょ。テロってなんよ。テロ突き上げてるでしょこれ。ディオールのチェーン、あー間に合わなかったやつ。あ撮影の、そうそうそうなの。こうして出すのがいいです、ね。うん、これで裸でヌーディーヌーディー、ほらヌーディーヌーディー。よくわかった。すごいセクシー。そっち下脱いでいい。今生着替えが見られます。生着替えされるよ。ほらすごいセクシーでしょ。いつもと違うセクシーでしょ。私結構謎見えた体型の。あ、これ食べる？食べよう。いただきます。ピエール・マルコーニ。見えてる？ピエール・マルコリーニです。ピエール・マルコリーニでしょ。ピエール・マルコリーニ先生ということで。失礼ぶっこきました。これ全部使いますよ。失礼ぶっこきました。うわー、すごい。すごい。量もすごい。こんないっぱい。うん、食レポお願いします。美味しい。なんか、なんか美味しい。なんか美味しい。なんか美味しいですね。語彙力、語彙力ねえわ。じゃあ、今日は、浜さんのお悩みを聞くっていう始まりだったのになぜか私のファッションショーでね、終わってしまったんですけれども、ね、私も、今日は楽しかったということで、この辺りで締めたいと思います。じゃあ高評価ボタンね皆さん押してくださいませ。そしてチャンネル登録してください。じゃあまた次回の動画でね。バイバーイ。